ダウンタウン、ダウンタウンは、浜田雅都と、松本人志からなる日本のお笑いコンビ、漫才師、司会者、吉本工業東京本社所属、NSC 一期生、冠無理番組を多く持ち、トンネルズ、うっちゃんなんちゃん、B21 スペシャルらと共に、お笑い第三世代として数えられる。両者共に、兵庫県尼崎市出身。 天ヶ崎市立寺を小学校時代に二人は出会う。構成作家の高隅剛も同級生であり、高校卒業後、コンビ結成。1988年、夢で会えたらで、東京進出。1991年、ダウンタウンのゴッツへえ、漢字で、全国的な人気を得る。関西、関東の多くの芸人が、お笑い芸人となるきっかけを作ったコンビであり、漫才。 コント両面で多くの芸人に影響を与えたお笑いコンビである。また、日本一 DVD が売れるお笑い芸人としても有名である。1982年3月、浜田が吉本興業が開校した新人タレント養成所、吉本総合芸能学院、通称 NSC の一期生募集ポスターを見つけ、同級生の松本を誘い、同年4月4日に、 NSC 一期生として入学。旧来の演芸の世界の徒弟制度からは、外れた存在であり、師匠も弟子もいない。入学2ヶ月目で、テレビ番組初出演となる毎日放送、素人名人会にて、名人賞を得。その1ヶ月後には、第3回、今宮、子供エビス漫才新人コンクールで、福笑い大賞を受賞。 これらの功績が認められ NSC 在学生では、異例の速さで、何場か月の公演に5日間であるが特別出演す。同年8月、フジテレビ、笑ってる場合ですよの素人、アマチュア芸人の勝ち抜けコーナー、お笑い君こそスターだ。に、まさし、ひとしとして出場し5週、勝ち抜きグランドチャンピオンとなった。5ヶ月の劇場で舞台を踏みながら、 第13回 NHK 情報漫才コンテストや第4回 ABC 漫才落語新人コンクールに出場する。1983年4月21日、阪急ファイブ8階オレンジルームでハイヒール、銀次、マサジと共にコントライブ、ゴンタクレ前3回の第1回公演を開催。このコンタクレは、後の震災橋筋二丁目劇場の笑いの原型を 開拓させたイベントでもあった。これまで、松本、浜田、正史、人志、青空テルを、春を、ライト兄弟、正人人志などのコンビ名で活動していたが、同年5月、喫茶店でたまたま開いた雑誌の文字からコンビ名を、ダウンタウンに改名。同年6月6日に、何波か月上席初出演を果たす。1984年、 第14回 NHK 情報漫才コンテストで優秀賞を受賞。第5回 ABC 漫才落語新人コンクールで最優秀新人賞を受賞した。当時の花月3巻、南波花月、梅田花月、京都花月は漫才ブームが過ぎ去り、客層が若年層よりも年配層が多くを占めており納得する笑いが取れず、模索していた時期に、 養成所時代から二人のマネージャー的存在であった大崎を現在は吉本工業代表取締役会長が才能はあるが注目度が低かったダウンタウンに対して彼らダウンタウンの場を作ってやらんと感と大崎が発起人となり当時大阪震災橋に南海電気鉄道が賃貸契約していた劇場南海ホールで笑いのターゲットをジャック年層に絞り ダウンタウンを中心に集まった若手芸人とともに、1984年7月12日、震災橋筋二丁目劇場院南海ホール、通称、新劇を毎週末に開場する。1985年5月、梅田花月城席に出演中のダウンタウンの漫才を、舞台袖で出番待ちをしていた、新助、龍助の島田新助がたまたま目にし自分たちの限界を感じ、 当日に、吉本工業本社に出向きコンビ解散を告げる。同年5月20日、新助、龍助解散会見にて、新助が、阪神、巨人や、サブロー郎、ダウンタウンには勝てないと、当時まだ無名であった、ダウンタウンの名前を挙げた。その直後の1985年秋、関西テレビ、今夜は、眠れないとないの3分程度のコントコーナー、ダウンタウン劇場。 シアターでテレビレギュラー番組を獲得。またラジオ大阪、ト、モモンが金曜日の司会者に抜擢される。南海ホールでの定期ライブ、震災橋筋二丁目劇場も徐々に反響を呼ぶようになり多くの若者から指示を受ける。1986年、南海ホールでの定期ライブ、震災橋筋二丁目劇場は、非常階段、130R、今田工事、 東野工事らとの公演で人気を博し、入場できないほどのファンが詰めかけた。同時期に、南海ホールの経営が、吉本工業になった際、大阪にもスタジオアルタのようなホールを作ろう。と、企画が持ち上がり、総工費、約2000万円をかけて改装され、同年5月16日、震災橋筋2丁目劇場として、リニューアルオープン。8月6日には、 大阪城野外音楽堂で、当時の二丁目劇場主要メンバー、お騒がせ二丁目探検隊来てもた、大阪城を開催した。1987年4月6日、ダウンタウンがメインで平日夕方の帯番組、毎日放送、4時ですようだ放送開始。この番組を機に、ダウンタウンの人気が爆発、同年9月27日には、大阪高青年金会館で、 ダウンドトゥーンスキャンドルズというコンサートを開催すると会場は若年層の女性ファンで超満員であったその人気にあやかって当時の吉本若手タレントでは珍しく写真集の発売や歌手としてデビューアルバムを発売させるこのダウンタウン人気で NSC7 期生1988年度の生徒数が NSC 卒業生の総数を上回る現象も起こった関西で 爆発的な人気を獲得したダウンタウンは、その勢いで東京へも活躍のを広げる。1988年10月13日に、フジテレビ系で若手お笑いタレントを総称した俗称、お笑い第三世代の、うっちゃんなんちゃん、野沢直子、清水道子と共に、コント番組、夢で会いたらが東ローカル、後に全国ネットとしてスタート。同時期には、 ダウンタウンの東京進出の足がかりとなった2丁目、劇場東京公演、お出かけですせ、ラフォーレマッセを、ラフォーレ原宿で不定期に開けさせる。吉本工業側から東京進出命令が下る。以前から笑ってる場合ですよ。表金、予備校、金ん八ん、発を言った。表金ミニ放送局、初詣、爆笑ヒットパレードなど、東京初。 バラエティ番組に出演していたが、四時ですようだもあり、東京進出には至っていなかった。1989年4月より、笑っていいとも、の火曜レギュラー出演者となり、半年後の同年9月29日に、四時ですようだが、最終回を迎える。10月3日、日本テレビ系、ダウンタウンのガキの使いやあらへんで。が、深夜枠で放送開始され、本格的に、 東京進出を遂げる。1991年4月から、富士テレビ系のクイズ番組、世界の常識、非常識にレギュラー出演。一回答者ながら、司会の泉正隆との長長発信のやりとりが、お茶の間に受け、関西以外での知名度も急上昇する。1991年12月8日、3度の特番放送を経て、 富士テレビ系の日曜夜20時台のゴールデンタイムでダウンタウンのゴッツウェイ漢字が放送開始。ゴッツウェイ漢字ではダウンタウンが得意とするシュールなコントで全国的に不動の人気を獲得し、全盛期には視聴率20%を超える人気番組へと成長。1993年10月21日には読売テレビ制作の全国ネット番組、 ダウンタウンデラックスが1994年10月17日には、フジテレビで音楽番組、ヘイヘイヘイミュージックチャンプが放送開始、お笑いにとどまらず、多方面へと活躍の幅を広げた。浜田は東京進出後に数々のドラマに出演、主演などの俳優業にも分野を広げ、AD 部議、人生は上々だ、龍馬にお任せ、など、 1995年3月15日には、浜田は、小室哲也と、音楽グループ H ジャングルウィズキーを結成し、第1弾シングル、Wow, All オオイト n i g h t 時には、おこせよムーブメントを発売すると、オリコンチャートで7週連続1位を獲得し、CD セールスは200万枚の大ヒットとなった。同年の大晦日放送、第46回 NHK 紅白歌合戦にも、出演。 一方、松本は、お笑いの活動を続け、1994年には、入場料1万円のライブ、寸止め海峡、課題。1995年には、日本武道館で、初のお笑い芸人の一人単独ライブ、小風95が行われ、独自の笑いを生み、出続けていった。1993年から1995年に、かけて、松本が、 週刊朝日に連載していたエッセイ、オフオフダウンタウンが単行本化される。題名は、遺書、松本で、それぞれ250万部、200万部を売り上げた。1995年には、芸能人乗車番付で、松本人志が1位、浜田正都が2位となった。1997年11月、番組改編期でもない11月に、ダウンタウンのゴっつ漢字が、 突如打ち切りとなり、それを受けダウンタウンのバラエティ番組の傾向が変化していく。詳細は、ダウンタウンのごつえい感じ、突然の放送終了参照。2000年4月15日、松本と中井雅宏の W 主演で、ドラマ、伝説の教師が放送開始。最終回には、浜田と木村拓也が出演。二千一年四月十一日に日本テレビ系で、 浜田主演のドラマ、アスはアルサが放送開始。このドラマの主要メンバーで構成された音楽グループを結成し、アスはアルサをリリースすると、同年の大晦日放送の第52回 NHK 紅白歌合戦にも出場した。2001年10月12日、突如打ち切りとなった、ッツウェー漢字がダウンタウンのもの、ゴッツウェー。 漢字スペシャルとして一よ限りの復活を遂げる。これ以降ダウンタウンとして10年間、地上波テレビ放送ではコントを披露することがなかった。2004年11月17日、作詞、松本人志、作曲、バックコーラス、牧原則之歌、浜田正俊として、チキンライスを発売。2011年11月5日、NHK 総合で、 松本出演のコント番組、松本としのコント MHK のレギュラー放送第1回目のゲストとして相方である浜田とコントを披露。ダウンタウンとしてコントを披露するのは2001年放送のタイモのゴッツ成漢字スペシャル以来である。2012年10月20日、ダウンタウン結成30周年記念特設サイトが10月20日に公開された。同サイトには、 ダウンタウンの30年史解説。2012年4月8日、吉本工業100周年特別公演に、ダウンタウン、今田工事、東野工事、130R、木村雄一などで、かつて過月で行われていた工業、ポケットミュージカルスを復活。公演内容は、ごっつええ感じの男性陣で構成された人気、コントキャラエキセントリック少年ボーイオールスターズによる、 エキセントリック少年、ボーイのテーマや浜田が、ワウワートナイト時には、おこせよムーブメントを熱唱するという豪華なラインナップとなった。2013年2月5日から3月2日、吉本興業100周年記念公演、吉本100年物語アンチ吉本笑いレボリューションで、ダウンタウンが若手時代に活躍していた劇場、震災橋筋2丁目劇場を舞台化。 この公演でダウンタウンを、相田慎太郎、浜田雅俊、長は、松本人志が演じる。2013年3月29日、読売テレビ制作、日本テレビ系で放送されている、ダウンタウンデラックスのテレビ放送では、未放送である、ダウンタウンの前説を、DVD 化した、ダウンタウンの前説ボリューム1、ダウンタウンの前説ボリューム2を発売。 2014年3月31日放送のフジテレビ系笑っていいともグランドフィナーレ感謝の超特大号で一部ネットなどで船仮説が囁かれていたトンネルズ石橋孝明木梨憲武と1994年10月3日総の FNS 番組対抗秋の祭典スペシャルフジテレビ系以来となる約2 0年ぶりの共演を果たした さらに、もろもろの事情で共演 NG と囁かれていた爆笑問題、大田光、田中裕二と1989年1月1日放送の初詣爆笑ヒットパレード、フジテレビ系以来となる約25年ぶりの共演を果たした。また、うっちゃんなんちゃん、内村光つ南原清隆ともコンビとしては19、1998年色も豪華特別版。 日本テレビ系以来となる16年ぶりに共演しているダウンタウンとしての出演番組を記載。個人での出演作品は浜田雅都松本人志を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。